昨日もねあれちょっとした事件があってさねうちから管理離れたとこの入居者からさ連絡いただいてるんですよ。これもう何べんもだよね。で何があれかっていうとさでうちが管理してたところがねまあ事情があってこう移るでしょ。でさ結局入居者の人がさ近隣のトラブルとかさね要するにその管理会社にさ相談しても処理能力がないんだ。だから結局そのまんま放置されちゃってる。でも何ヶ月もさ放置されちゃっていてでその放置されちゃっていることについて、さ苦情がうちに来るんだよ。でなんでうちに来るかっていうとなんで管理変わっちゃったんですかって言うんだよね。でこれさうちのせいじゃないんだよな。まあしょうがないんだけどただ問題なのはさやっぱね現場っていうことがさできない人たちがさできるつもりでやってるわけだ。だから要するに管理っていうのは何かって言ったらさ、まあ、PM だよね。プロパティマネジメント何かって言ったら不動産の経営なんですよ。だから当然リーシングもさ、ね、大事だけどもテナントリテンションね中に住んでる人のサービスを向上するってこととあとクレーム対応なんだけどクレーム対応って別に家賃の対応だけじゃなくてさまあいろんな近隣のねトラブルだとかこの間ね栗山君がテレビ出てねやってたような音の問題だとかさいろんなことあるわけじゃん。でこれね全部解決するの大変なんですよ。っていうのは知識がないと無理やん。である意味でさ僕なんかは長くねこの業界でやってるからさ知識は非常に持ってるわけだな。で現場も対応してるからやり方わかるわけだ。だからやり方わかるからやり方わかる人が指示するから、ね、やり方が最初わからない人でもだんだん熟練していくってことね。でこれさ知識の移行なんだよな。要するにノウハウっていうのはそういうもんなわけじゃん。とはノウハウがないところでさいきなりねじゃあ管理がさ儲かりそうだからまたね、当社が管理やってるからってね辞めた人たちが管理始めたところで結局さ要するに熟練してないからさ結局傍から見たらさ同じ管理っていうことなんだけど熟練がされてないから結果的にはさ、ね、サービス力が劣っちゃうわけじゃん。で結局みんな出ちゃうわけだよ。でその人もね今出ることを検討していてでうちの管理物件近くで探してくださいって言われちゃってるわけだ。でなんでかって言ったらうち早いもんね。今年だってさエアコン80台買ってるわけだ、ね、要するになんで買ってるかって言ったら、ね、要するに、ね、今年の猛暑でさ、ね、例えばエアコン壊れました、ね、要するに壊れてさ例えば対応が遅かったらさ例えば1週間待ってくださいって通用しないよね。で特にウィークリーマンスリーのさ、ね、月決めクラブって会社やってるから要するにここでもさホテルと同じサービスやってるわけだ。でこっちはさ短期滞在だな1週間とか1ヶ月とか滞在だからその間でさエアコン壊れちゃった、ね、直してくれって言ってあ1週間待ってくださいって言ったら結局この部屋自体のさ価値が喪失するわけじゃん。だからふざけんなって出てっちゃうよね。だからうちはさエアコン事前に買ってるわけね。あとあれもそうじゃん。要するに給湯器もそうだな。要するにメーカーとかさそういうとこと協議しながら要するにね万が一ダメな時は交換してもらってるんですよすぐに。要するに修理がどうこうじゃないまず交換してから修理をお願いしてるわけじゃん。だから多少その時は能力性能下がるかもしれないけども使えない状態っていうのをねなるべくなくそうってことをやってるわけじゃん。だからそういうことをね要するに積み重ねでやってるかやってないかっていうのは全然価値が違うじゃんってことでトラブルがね起きた時に要するにさ、ね精神的なもののサポートとさやつ実務的なサポートってことがセットなんですよ。だけど結局できないやつは逃げちゃうね。いや今やってますからね要するにそのうちやりますからね注意はしてますからねそれでさ解決できるのってことね、ちゃんとやっぱりね、現場で対応して、ね、要するに対応はさなるべく早く即時やるのが、ね、うちのやり方でしょってこと、まあ、昨日ねオンサイトマネジメントのミーティングね夜さね7時からかやってさで僕もね参加させてもらってで、いろんな、まあ、問題点とかねこれからやろうとしてることのさ要するに、ことをみんな集めてさやったよね。彼らがさ現場でやってるわけだからね。でその中にはさ職人歴10年以上の人がいっぱいいるわけだよな。でPM のねPM 歴ねね例えば橋本君なんかだと15年くらいですよ。ねでね栗山君だってね不動産歴10年以上でしょ。みんなそういう人たちが要するにさね自分の持ってないものを新たなねことでやってみてでこちらの人たちはさ職人歴だね職人しかやったことないんだけど結局今度建物に対してのそのオーナーとの、ね、やり取りとか言うと、当たり前だけど職人の方が分かってるわけだよ、ね、要するに構造が分かってるわけじゃん。でそういうことの分かる人とセットで今動いてるよね。だからうち早いわけじゃん。あと法律問題ね、今伊藤君なんかが、ね、法律問題どんどんやってるよね。できっとね俺よりね能力高くなってきましたよ。なんでかっていうと数が違う、やってる数ね。僕も昔いっぱいやったけど、ある一定の時期から違うことやってるわけじゃん。で彼は今それをまた一からやってるわけだ。で、積み重ねていって、で今の要するにね手続きのやり方とか、あとは交渉の仕方だとか、あとは処理の仕方だとか、それがさ全部彼はできてきてるわけじゃん。でこれも一つのノウハウですよってことだから、つまりさ、要するに、ね、うちの社内の中でさいろんなアイデアやることがあって、でそれが全部ノウハウに積み重なってるってことが大事ですよってこと、ね、でこれが要するに価値なんだよ。価値わかんないやつはそうじゃないんだ。あ、手数料が安いとかね、要するに手数料が安いから、あとはね要するに知ってる人だから、ね、あとはねいろんな事情でさやるよね。でもさ問題は中身ですよってこと。ね、今日本全国でいろいろとねやってる方たち出てきてるけども、ただ問題はさ、ね、要するにそうシステム力なんですよ。だから例えばうちはそういうシステムがあって、システムで管理してるよね。一物件、ね、物件の担当、ねオーナーの担当、ね、あとはクレーム担当、ね、要するに、少なくとも3人が1つの仕事を要するに受け持ってるわけじゃん。これはないもん普通、だから、ね、ある意味でさ、ね、我々が今やろうとしてることっていうのは、ねもっとさらに深まっていくような形に持っていくってことで、来年の1月からは今度正確にねまた車も増車してね、社員も増員してオンサイトマネジメントをきちっとやろうと思ってるわけで、これできたらね絶対負けないってことで、それは何かっていうと要するに空室対策だけじゃないよね。要するに現場の対応がなるべく早くできるってこと。この間福島君ね、公園で面白いこと言ってたなと思ったのはさ、ね、うちのオンサイトマネジメント官がさ信号待ちしてたんだよ、ね、で信号待ちしててここに管理物件ある。でこの管理物件から、ね、要するに、クレームが入ってこの車の、ねに連絡が入ってクレームの処理行ったから1分とか2分で着いちゃったわけだよ。びっくりしたそうだよねお客さんね。それはオンサイトマネジメントの力なのね。要するにスピード感、ね、要するに極端に速く、ね、できるわけだ。それはちょっと、ね、たまたまそこにいたからさ、ね、お客さんも焦るくらいの速さかもしれないけども、大体普通は今さうちの会社で行くと20分とかその以内にはさ行ける対応できてるでしょ、遠隔地でもね。それは何かって言ったらやっぱオンサイトなんですよ。現場できちっとやってるってこと、ね、だからここがやっぱ大事だなと思うね。やっぱね僕思うんですけど、仕事っていうのは、ね、やっぱり魂がないからだ。要するにやろうとしてるね、要するにそのさ気持ちね、例えば掃除の依頼を受けたから掃除だけやってればいいってことじゃないの、ね、それは何のためにするか、ね、要するに、ね、入居者のためであり、ね、オーナーさんのためでもあるわけじゃん。でそのためにはさ何するかって言ったらさ、例えばね掃除に行ったらさクモの巣生えてればクモの巣取るよな、あと壁汚れてれば拭いてくるよね。でそれはさ業者がやってくれないんですよ。なんでかっていうと契約の内容が要するにそれがセットになっていないからっていう言い訳を言うわけ。でも我々はさ、ね、業者にね例えば発注してる場合はそこまでやってよって言ってんだけどわーっとしててやない。だから今ねどんどん切り替えてうち自社でやってるでしょ。うちの社員がやってるわけだ。うちの社員そういうことはしないもん。草があったら取ってくるし、ね、要するに蜘蛛の巣あってれば蜘蛛の巣あるし、あとこれ蛍光灯ね交換した時はさ当たり前だけど傘掃除してくるだろう、ね、でもさ業者違うな、蛍光灯切れてるからあ蛍光灯交換する、ね、で中汚いままじゃん、ね、汚れが目立つじゃんもっとっていうかねやるわけだよ。だからここの部分もやっぱねちゃんと我々の、ね、存在価値とかちゃんと我々の仕事のね要するにやるべきことってことをきちっとやることですよ。これきちっとやること、これはもう絶対的に外せないってこと、ね、それをもってねやってもらえたらいいなと思うね。特にオンサイトマネジメントね来年からやる形になるんだけども、実験的にねもうすでにスタートしてるんだけどまだまだ僕足りないと思ってるわけ。ここはもっとノウハウを積み重ねることで、それが商品化になってくるってこと。そうすると絶対負けないよねってこと、ね、それはいろんなシステムできちっとやるからできることじゃんってこと、ね、よくAM の人たちもさ、ね、PM の人たちも FM の人たちも OM の人たちも全部ね要するに関連する業務を、ね、要するに興味を持って学んでもらいたいと思うな。そうしないと意思の疎通ができない、ね、ぜひそういうつもりで、ね、常に関連する近所の要するに業務に興味を持って携わることが大事だと思うな。ぜひお願いしたいと思います。以上。